ドナルド・コガン・コガン男爵、フレデリック・ドナルド・コガンは、1974年から1980年まで、第101代カンタベリー大主教を務めた聖職者。彼は大主教として、ローマで、ローマ教皇と会談した。ドナルド・コガンは、ロンドンのハイゲートで生まれた。1931年から1934年まで、マンチェスター大学で、 セム系書語を教える助教授、1937年から1944年まで、トロントのウィクリフカレッジで、新約聖書の教授、1944年から1956年までは、新学ロンドンカレッジの学長であった。1935年に司祭に助任され、1956年にブラッドフォード司祭、1965年にヨーク大主教に任命される。 カンタベリー大主教座を引退した後、一代貴族、コガン男爵として、貴族院で活躍した。ドナルド・コガンのカンタベリー大主教としての業績に、1994年までは認められなかった女性聖職者女人を支持したことが挙げられる。また、多くの著作を残している。90歳にて死亡。彼の遺憾は、カンタベリー大聖堂に収められている。ありがとうございます。